確かに、ね、その間にも見てますと、ね、出張とか旅行で帰ってこれない、そういう時ね、これね、その滞在先に選挙管理委員会があるんですけど、ね、そこに投票を私に託す、ね、そういう方法、それで被害者投票、これもできます。ね、そうですね、で、まあね、だから、そういうね、あとあれだ、引っ越しをした人、これね、気をつけなきゃいけないのは、住民票を移してなければ、前の住所の選挙区、移してたら、3ヶ月以上経ってたら、引っ越した今の、選挙区で投票できる。はい、よいよさ、よいよさ。ありがとうございました。今、終わりました。そっちの気持ち分からないですね。だからもうなんか客観的に見れないところ見れないですよね。やっぱね、今どういう状況で、周りの反応とかもそうですね。実際ね、そうですね。だからちょっと読めないで、でもやっぱこうでも。自分のできるこうやることはやんなきゃって感じなんですけど、大体において表現の自由って一番戦われる部分っていうのは政治的主張じゃないですか。で、その政治的主張の中でも表現の自由が必ず問われるっていうのは、要するに権力サイドの決定とかまた提案に対してノーっていう局面にで一番問われる問題じゃないですか。で、その表現っていうのはね、やっぱりメッセージやっぱり通り一遍じゃいけないと思ってるんですよ。だからね、まあ私もちょっと言葉に頼りすぎる嫌いがあるから、ね、まあたまにはこうボディーラングエッジも、そうです、ボディーラングエッジ、とにかくね、言葉よりも目立たなくちゃいけないっていう局面もあると思うんで、だからそういう時にも体を張らなくちゃなと思います。だからちょっとね、なんていうのかな、一度うまくいっちゃったりとかすると、私自身実際ほら何かやってうまくいったことはないから、私そう思ってます。運動に関わってからだって、私が反対って言ってること何一つ終わりになってないから、原発反対、原発動いちゃってるから、で TPP 反対、 TPP 瀬戸際だから、解約係争法反対、成立しちゃったから、で安保法制反対、法制化されちゃったから、で特定秘密保護反対、成立しちゃったから、施行されちゃったから、で今まで私成功体験がないから、もう決まりきったことは、成功体験がないがゆえに、これがうまくいった、これを続けるってことはしないつもりなんで、皆さんこれだけは忘れないでください。今選挙でそれどころじゃないっていう言い訳が一番危険なのが今の局面です。で今選挙に関わらず進行されている2つのね、企みっていうのが、伊方原発再稼働と TPP です。これ皆さん忘れないでください。で TPP に関しては選挙に関わらず農水省と経産省の人事交流とか、あといきなりヒラリー・クリントンが手のひら返して最高賞を言い出したりとか、着実に TPP に関しては敵の策略は進んでますから。で今選挙で争点化されてない、だから私が選挙戦に関わらずに連合に行って TPP に反対しろって言ったり、あと民進党さんに TPP 合意じゃなくてTPP 断固反対を公約に掲げてくれって言ったりとかしてるのはそういうことで、もう TPP は皆さんが思ってる以上に瀬戸際です。であと伊方原発再稼働なめてます。6月24日に選挙戦の公示日の2日目に2011年3月11日以降初めての MOX 燃料の争点ですよ。これは大問題なんだけど、私が呼びかけた核燃料装填日当日の24日の抗議行動5人でやりました。これ危険な状況です。で誰に言ったって
今選挙でそれどころじゃないだから、これ危険ですから。あの官僚も財界も企みのもとにいるんだけど、彼ら選挙で選ばれて財界にいるわけでも、選挙で選ばれて役所に座ってるわけでもないから、あの選挙に関わらずに、あの企みを進めてる連中がいる以上、選挙に関わらずに、忙しくてしょうがないけど、選挙戦も社会運動も同時並行でやらなかったらダメです。それだけ私言いたいです。終わります。